真夜中にこんな廃ビルへお呼びとは一体どんな用件やら。来てやったぜステイル姉ちん。でわざわざ俺を呼び出すなんてどうしたんだ。来ましたね。手間をかけさせました。気にしなくていいぜ。俺と姉ちんの仲だからにゃ。あなたは相変わらずの軽薄ぶりですね。茶化すな土帝元春。神崎、さっさと用件を済ませよう。そうですね。本題に入りましょう。実はあなたに聞きたいことがありまして。上条東馬のことか。そうだ、察しがよくて助かる。日本人ってのは空気を読むのが得意だからにゃ。まあそれはいいんだが、なんで神庵のことを聞きたいんだ。それはですね、以上がネセサリウスから確認をしてほしいと言われている内容になります。なるほどね。インデックスを助けた件でネセサリウスは神庵の人となりが知りたいわけだ。それも魔術師としてではなく、友人の視点から見た上条東馬の情報が欲しいと。まあそういうことになるね。まったく、そんなことをわざわざ。あの子のそばにいる人間のことを知るためならこれくらいするさ。過保護が過ぎるのはあまり感心しないぜよ。それでもです、お願いできますか。ま、姉ちんとステイルにならいいぜ。感謝します。さて何から話すべきかにゃ。神庵はトラブルに事欠かないからにゃ。ただでさえ巻き込まれやすいのに自分から首を突っ込んだりもするし、その最たる例はあれだな、1万人の女の子を救ったとかか。死ぬために生まれたような女の子を助けるために学園都市最強の第1位に啖呵を切った時はしびれたぜよ。学園都市の内情にはあまり詳しくないが、第1位とは能力者の中で最も優れているということかい。その認識で大体間違ってないぜよ。能力も人格もトップレベルでヤバいやつだにゃ。そんな相手にレベルゼロの神庵が三下呼ばわりして喧嘩を吹っかけた話なんだぜ。興味深いですね。聞かせてもらえますか。もちろんだにゃ。ことの発端はと、まあ今聞かれてパッと思いつく神庵のエピソードはこんな感じかにゃ。まったく、そこまで無謀なことをする男だったとはね。ええ、本当に。まあいろいろ巻き込まれたりしてるのは確かだが、今のとこそこまで悪い結果にはなっていないぜよ。それに友人として見たら悪いやつじゃないしにゃ。その点に関しては疑ってはいませんよ。いささか尺に触るところはあるが、善良であることには間違いないようだ。そうか、ならよかった。俺も神庵の友人としてできる限りのことはしてやりたいと思ってるからにゃ。そうですか。では引き続き彼らのサポートをお願いします。おいおい、こっちは目立った動きはできないんだ。少しは配慮してほしいぜよ。そのくらいの制限、君にとっては問題じゃないだろう。持ち上げてくれるもんぜよ。彼女のことを頼んだよ。はいはい、わかったわかった、できる限りのことはするさ。ではこれで。あ、二人とも達者でにゃ。なんやかんや俺も神庵と一緒にいて楽しいからにゃ。さーて明日も学校だ。俺も帰るとしますかね。